はい、皆さんお疲れ様でしたいかがでしたでしょうかあの私は今年で14回目となりますが多分これが一番インパクトある最後の作品だったと思います最高でしたね大好きです、えー、ではまず1組目のゲストをお呼びしたいと思いますあの2作品目「Your Grass is Greener 君の芝生は青い、えー」日本の作品で監督の、えー、亀井樹さんそして、えー、ボイスの、えー 女優の松井美希さんです。拍手でお願いします。お二人どうぞこのパネルの方までお越しください。どうぞ。<laughs> 映画祭へようこそ。であのパネルの方であのちょっと離れていただければマスク取ってもいいと思いますのでよろしくお願いします。マイクも渡します。えー、素敵なアニメーションの作品。

あの監督、まずこの作品のまあストーリーのアイディアとかそしてあの制作に入るまでの経緯をちょっと教えてください。はいえっと、高校時代にやっぱ SNS を見ているときに友達が私、少なくて、うん、なんか友達が多い人の投稿とかを見たときに自分が劣っているように感じてしまって、はい、それですごく悩んでいたんですね。であの大学で、えっと あの映像を学んでるんですけどその時に自分は自分でいいんだなって思えた時にとても救われて、うん、それであのその救われたことをやっぱりあの伝えたいと思って作品にしました、はい、なるほどねあのアニメーション言ってもいろんなスタイルジャンルが入ってる作品だと思うんですよねパペットもあればあのアニメーションです、ね、あと CG もちょっとあったと思うんですけど これをこういう組み合わせにしたいっていうのはなんでなんでしょうかあえっとそれは、えっと、自分とその友達が多い人とのなんて言うんだろう世界が違うなって私は感じてしまったのでそれをあのパペットを自分に置いて別世界っていう形で<ー> 2D 手書きで描きましたね。えーはいいいわゆるセットののすごい細かいとこまでの <laughs> 美術がすごいと思ったんですけど、まあ,あ一応美術のスタッフもいたんですか？あ、は一人で自宅の部屋の片隅に置いてずっとやってました。え、じゃあひょっとしたらすべて自分でやったんだ？<笑><笑>あ、そうです。あのお手伝いいただいたのが声優の方々と、えー、あと衣装を母親に作ってもらったので、はい、はい、それ。 そうですね作曲の方くらいですかね。すごい素晴らしい世界観を作ったと思うんですけどそれじゃあ,あの全部が完成するまでどのぐらい時間かかったんでしょう、はい、あとセットを作ったのは大体2か月なんですけど、うん、授業を受けながらだったので結構そんなに時間はかからず撮影も2週間くらいで終わり。ええ 大体、あの全体的に半年くらいですかね。あなるほどね、はい、やっぱりアニメーションって時間かかるんですよね。<laughs> そうですね。<ー> <laughs> かかりますね。あの松井さんは、そのまあ、いわゆる、あの台本をもらって。<laughs> あの、やってくださいっていう、あのオファー来た時、第一印象、どんなもんでした?。<laughs> えー、まず。 アニメーションのイメージでやっぱり皆さん、えー、とストップモーションよりはやっぱり手書きのアニメーションだったりとか、うん、3D のアニメーションっていうのがやっぱ今主流になってると思うんですけども、うんえー、やっぱりその最初にその簡単なその台本とあとワンシーンを切り取ったような。 画像をいただいて、うん、本当にこだわりが強い作品なんだなってすそれすぐ分かったんだ。えー、そうですね。もう本当に最初にいただいたその参考にいただいた絵あの画像の段階でかなりセットにこだわってらっしゃったので、うんえー、これはすごいものになるぞと思っておりました。そうだったんですね。<laughs> であのそのまあボイスを入れるのにはレコーディングするのにはどのぐらいかかったんでしょう。そうですね。 でも一日であの届い <laughs> 終えました。<laughs> はい。昼から夕方前くらいですかね。うん、かそうです、ね。4時間で。じゃ、はい、さすが松井さんはプロのスム <laughs>、ね、<laughs> ですいやあの英語のタイトルが Your Grass Is Greener っていうタイトルがついたんですけど、はい、あの英語の言葉で Your Grass Is Greener On The Other Side Of The Hill ですからね、他の向こうには。 もっともっといいところがあるよっていう意味なのでもう本当に素晴らしいその、まあ、いくら1人でも誰かが必ずいるっていう素晴らしいメッセージがあったと思うんですよね。あの今は次の作品に対して何か練ったりしてるんですかそうですねやっぱりあのなんだろう自分を好きになるっていうところから派生して、うん、またストップモーションで <laughs> 作っていますね。はい、やっぱりストップモーーシショョンンアニメーション にこだわりたいっていう感じですか、今は。そうですね、あの。あの、こも、小さいものを作るのが私は好きなので。うん、やっぱりそこで自分で表現が一番できる分野だなと感じたので。ええ、はい、今年もまた。 次も、あの、はい、ぜひ、あの、出品して、見させてください。<laughs> <ひ>お願いします。素晴らしい作品です。えー、君の芝生は青い、えー、監督の、亀井月さんと、えー、ボイスアクトレスの、えー、松井美樹さんでした。拍手でお願いします。ありがとうございました。<laughs> 次の作品、待ってます。マイクは、そちらの方にお貸しください。ありがとうございました。えー、そして、最後の作品、インサイドアウト。 すごい作品でしたね。監督の、えー、未来森山さんです。拍手お願いします。パネルの方までお願いします。どうぞ。<laughs> えー、去年に引き続き、えー、また、えー、我々にあのちょっと映画を。 あの上映させていただきました。去年はデリバリーヘルスっていうこれも結構インパクトあった作品だったんですけど、あの、はい、ようこそお帰り。あのまた皆さんに挨拶をお願いします。うますどうぞ。えっ、ー、とインサイドアウトを監督させていただきました森山です。本日はありがとうございました。あのさっきもちょっと話したんですけどあの我々映画祭としては。 まあ、とにかく完成度が高いものが結構毎年ね送られてくるんで変わったもの来るとめちゃめちゃ嬉しいんですよ <laughs> であのまあ変わったものって言っても僕すごくピンときたのはこの1年半ぐらいコロナ禍の中でやっぱり毎日同じことを繰り返す繰り返すっていう時もあったんですよ、はい、それですごくピンときたんですけど、はい、まずあのこの作品のアイディアから制作までどんな感じの経緯だったんでしょうか えっと、撮ったのは去年なんですけども、えっと、この企画というか、まあ、脚本も含めて3年ほど前だったので。 実ははコロナはあんまり関係が元々なその去年のデリバリーヘルスの時もそうだったんですけど密室の中で起こるまあなんかミュージカリティーというかその身体とえ音楽と芝居とみたいなものの,その融合みたいなのができないかっていうことでえっとデリバリーヘルスと同じくその岩井秀人さんという脚本家の方に3年ほど前に依頼したんですね。でまあその時時いいろろブレストをしてた時に 彼は、えー、高校時代ぐらいかな、まあ、何年か実際に引きこもりを経験されている方で、はいえー、いわゆるその引きこもりの方僕はまあなったことがないから分からないけれども、うん、でも想像として思ったのはその人にとってのその。 まあ畳半なりその自分の部屋の中っていうのはまあ外部とは接触を取らないけれどもその人にとってはもう世界そのもの宇宙そのものでその中でいろんなこう思考が巡るだろうけれどもそれが自分の中でこう体になろうが音楽歌になろうがそれはその人のもう意思一つによってコントロールできるものていうかもしくは逸脱できるものっていうものなんじゃないかみたいなそういうやり取りを岩井さんとした後に出てきたのが「 こののテキストまんまん原文がバーてて届いてすごいねそれも。そう,そうすごくまあどう映像化するべきかっていうのはすごい悩んだんですけどんなんていうか、まあ、すごくそのなんていうんですかねこうパッと目に入ったものをその主観的に見たものをそれを客観的に見てる自分それをさらにこう掘っていく自分みたいななんかずーっとこう,う思考が呪術つなぎのようにつながっていくなんか です彼いわく自分の,その引きこもり時代のことを本当に忠実に再現できたと思っているって<ー>こう言わわれるわけですよそう言われたらそうですよねで、まあ、た結局たまたまになっちゃうんだけどコロナが来てそう,です、ね、そういう生活もした人たちもすごい増えて、うんえー、今見ると本当にピンときますよね,そうですね、まあ、これ自体はその去年ワウワウさんに「えーとえー、アクターズショートフィルム」という企画の中でオファーを頂い,いて、はい、まあこれを。 実は3年前にこれ1回トライしたんですけど、うん、もうなかなかその撮影自体も編集自体もなかなかうまくいかなくてちょっとまあ挫折というかちょっと置いといてたやつをもう1回リベンジさせてもらいたいということでやらせてもらってなのでまあ今回は確かに若干そのコロナという時期もありましたし、はい、ちょっとこうそこともなんかこう,うまくつながるような見せ方にならないかなというイメージはありましたね。なるほどフィルムメーカーカとして そういうい余裕っていうかそ一ぺそれをちょっと置いてまた戻ってきて作れるっていうのはすごくいいですよねぜ、まあ贅沢じゃないんですけどいや贅沢です、ね、本当にわわわさんに感謝しているというかこの機会なければ、まあ、どうもう本当にもう難しかったのでどこかでこうもうそのまま過ぎ去ってしまったかもしれないものをこうもう一度やらせていただいたというのは本当に感謝してますねあとはあの永山瑛太さん。はい すすごかったですね永山さんはあんまりダンスの経験ってないと思うんですないと思いますね。ただ、えっとまあ、それこそ去年のデリバリーヘルスは僕が出ちゃってましたけどいわゆるダンサーさんシンガーの方に出てもらおうという意思はなくてそれはなぜかというとやっぱり基本的に台本脚本の中にある言葉っていうものを。 自分の体の中にとどめつつそのイメージを体に出せる人ってなった時にダンサーシンガーだといわゆるそのテクストから派生してくる体というよりももっと直感的に、えー、まあそのエネルギーは強いんですけども、えーうん、その意味性をすごく離れてしまうからやはり役者の方にこういうことをやってもらいたいというのがもともとあって。でまああの 永山瑛太は窮地の中ではあるんですけれども、まあ、日常的に彼を見ていて、まあ、すごくあの資料深い人だしただそのなんていうか言葉とか日常生活における所作以外の部分でなんかこう持て余してる体というものをなんとなく感じてたというか単純に彼の志士はすごく長いんですけどそれをすごくこう いい意味でというか持て余して僕からするといい意味でなんですけど、はいはい、そこをやっぱ一回拾い上げてみたかったというのは前からずっとあって音楽性自体は彼のことはまあ知ってたので、うん、まあ音楽に関ししてては心配してなかじゃあ、まあ、いわゆるその役者としての表現の一つだったんですよねあのアクションは特に踊りっていうことじゃなくて。 感情に沿っってての動きを表してもらったと、うん、いううことなんです、ね、そうですねそ、まあ、だからお芝居、まあ、映画でも舞台でもですけどその役者はその脚本に対して自分のテキストに対してセリフに対してすごくそのいろんなことを思いを馳せながら動いていくんですけどある時にそんな体になるっていう。 ななな体にるる瞬間っってやっぱあるじゃないですか、はい、でもそれは彼らの中では頭は巡っていて気が付いたらそうなってたみたいな体っていうのはやっぱり映画を見ててもすごく僕は感じさせられるものがあるのでそういう体っていわゆる狙って出すダンサーだったり狙って出すスイングの体にはないって、はい、まあ思えてしまう部分もあったりするだからそれはどっちもの可能性なんですけど今回はその役者のまあ思考と体でやってみたいっていうのはあったって感じですかね。いや,やっぱりあの結果的には あの、すごく満足したんじゃないでしょうか、なが、あの、長山さんの演技に対しては。あの、あの、瑛太さんの芝居に関して、えー、パフォーマンスに関しては、本当にもう、言うことないですね。はい。あの、これ、何日間かけて撮影したんでしょうか。二日です。二日で、はい、もう、こういう、しば、縛りだったんです。その、アクターズショートフィルムという企画の。あ,はい、あ、なるほど。ね、全員、二日で撮影して、まあ、一日で、えっ、ー、と、編集、あとは、エムっていう。一 <laughs> 日ずつ。すごいね。 で今回はあの、まあ、い,いわゆる監督としてあのこの映画を作っていただいてあの音楽は岩崎大成さん、はい、であの振り付けは黒田郁代さんで撮影、はいまあ、監督にはもうベテランの山崎豊さん今日も来てくださってますチームを含めて、はい、あのいわゆる監督だけっていう仕事に対してはどうでしたそうですね、まあ そうそれこそデリバリーヘルスの時は出ちゃってたのでどこかでそのどこまでいわゆるその監督的な視点でいられてるのかみたいなのは分からなかったですけど今回はまあそのワーワーさんのこう協力もあって、はい、しっかりこう、まあ、いわゆる外からモニターで、まあ、もしくはまあ見てるっていうことができたんですけどなんか今まで役者として映画に関わってた時って。その 監ものがあってでそのやっぱその視点の中にどう僕らが映り込んでるかというだけっていうようなイメージでいたんですけど、えー、まあでも現場においてのそのやっぱ監督のあり方もしくはさまざまなのかもしれないですけどそれこそ撮影監督の山崎さんとか、まあ、もちろん役者の永田さんだったりとかいろんなスタッフがその場その場で組み上げていく瞬間っていうのがやっぱ強いのでなんか。 まあそういうい圧倒的な視点、まあ、最終的に切り取る瞬間ぶっ、うん、ちゃけ編集とか MA になってくるとその神感はちょっと感じました、はい、もう素材が決まってる中で自分がどういうふうに組み上げていくかっていうのはもう自分次第だったりするので、えー、ただ現場においてっていうのはやはり一人で作ってる感覚というよりもまあみんなで作ってるそれはその監督もそのパートブイッであるっていうことはすごく実感できたのでああ,ああって感じでした。<laughs> <laughs> でもあの編集ってやっぱり重要ですよね。ね。すべてですよね。はい。な、ね、すごくまあ編集の時間は永遠に続けばいいと思いましたけど、はい。<laughs> まあ学びになりましたね本当に。ね、いやあの本当にあのパワーある作品だったと思いますのでありがとうございましたインサイダーと監督の未来森山さんでした。ありがとうございました。 あの一瞬そこでちょっとフォトセッションさせてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そのままではい。